岐阜県樽井町に住む三浦常次郎さんは、生きながらあの世行きの準備に余念のない変わったおじいさんです。お墓の真ん中にもう自分の入る埋葬所を作りました。ヤグ布団からお勝手道具まで持ち込み、明かり取りまでついているこの穴の中で、先祖の命日には約1週間も供養を務めながら暮らします。還暦や我は正義の一人旅と表札のかかった自宅の方には霊柩車も用意されました。その上、白木の位牌からお墓まで出来上がり、すべて手抜かりはありません。お客が来ればお茶ならぬお線香でもてなすしきたり、文字通り煙に巻かれてお客の方はあまり良い気持ちではなさそうです。たった一人の息子さんを亡くしてから世の無常を感じて思い立ち、この秋には自分でお葬式をするということです。